さて、追っ始めるか。この世界というにはちょっとグロテスクですね。援護に回ってください。私に力を貸してください。
うまくいったようですね。守りきれたようだな。すげえ、まるで兵隊の国だぜ。まるで法王朝強権の軍隊の見本市ですね。どうした？いえ、別に。ただ、野蛮だなぁと。この物騒なきな臭さ。体に馴染む古巣の匂い。な、どこの軍隊がいっちゃん強えんだ？そうですね。装備を見ればチューダーなのでしょうが、動員できる兵隊の数も見なければなりません。それに団長の素質が問われますね。頼りになりそうか、兵を惜しんでくれそうか。要は強くって人に慕われるカリスマ団長ならいいんだ。男なら己の腕一本で成り上がるもんよ。そうそう、一人いました、カリスマ。グリフィス卿率いた傭兵団は鷹の団。百年戦争において無敗を誇り、戦乱を終結に導いた伝説の傭兵団の団長です。もうそれなら俺も知ってて、男の常識。そのグリフィスってのもすげえけどよ、鷹の団のなんとかっつう切り込み隊長がアホみてえにどつええのよ。なんせ一人で100人から1000人からぶった切っちまったんだからよ。しかし皮肉なことに、そのグリフィス卿と国王との確執がミッドランドが今日に至る運命の原因だとも言われています。大乱が始まろうとしていた。やがて町を包み込むだろう恐怖の霧は海より迫っていた。ダメだダメだ、話になんねえ。町中の船主に当たってみましたが、全て軍用として徴収されていて、どこも話す間もなく追い返されました。見通しが甘かったか。港にさえ着きゃなんとかなると思ってたが、どうやら今までの出たとこ勝負の旅とは勝手が違うみてえだな。あの、私に任せていただけませんか？え？なんだよ、ファル姉ちゃん。当てでもあんのか？まさか、ファルネーゼ様。ちょっと出かけてきます。セルピコ。私は役に立ってみたかった。何か一つ私にしかできないことで、あの人たちの力に
なってみたかった。でも、それもきっと口実だ。私はいたたまれなかった。思いもよらず、私に与えられた団らんの灯火、その温かさと何も持ち寄れない自分に、温かければ温かいほど自分の座はあるのかといたたまれず、不安で逃げ帰ったんだ。慣れ親しんだ冷たい囲いの中に、私は臆病で愚か者だ。ファルネーゼ様の婚礼の話はこれが初めてではない。まだ生徒にいた頃、ファルネーゼ様が16の時、親方様が霊に漏れずバンディミオン家のためと縁談を取り付けてこられた。しかし、いつの頃からだろう、歪んだ形とはいえ、ファルネーゼ様が私に主従以上の思いを持つようになったのは、ファルネーゼ様は逃げ出そうとしたけれど、答えることはできなかった。ファルネーゼ様は私の異母兄弟だった。偶然私はバンディミオン家当主の妾腹であることを知ってしまったのだ。父の、母の、兄弟の、私たちを縛る全ての首輝から、なぜこの時逃げ出すことができなかったのか。ファルネーゼ様は屋敷に火を放った。婚礼は取りやめになり、鬼ごと恐れられ修道院へ送られてしまう。やがて彼女は製鉄先師団団長に任じられることになる。その格好なんとかならねえのか。魔女丸出しで目立ちすぎだぜ。私にはこれが普通なんです。ちょっとドロッピー、デリカシーなさすぎ。あの帽子も服もフローラの手作りなのよ。